空に上がると結構本当別の世界なんですよね、地上とは。それを表現できるのって光の加減だったりとか、その太陽の加減だったりとか、空中の光の乱反射だったりとか、そういう総合なんですよ。いろんな要素が全部噛み合うと神々しい別世界の空が出来上がるので、そこにはこだわりましたね。雲を題材にしたビジュアルイメージをコンセプトアートやビデオを作っていくことによって、それ以外のミッションのアイデアとか、あと雲に見合った環境、地形に関するアイデアなども膨らんでいって、さらに実際のパイロットの方々にお話を伺ったりして、雲というものはゲームに十分活かせるアイデアであるということが確信できました。とにかく僕はクオリティ主義なので、お客さんに出せるクオリティっていうのを非常に高く設定してるんですね。世界観に関してはエースコンバット4、5の世界観を引き継ごうっていうのが大前提としてありました。エースコンバット04の時はクレーターっていうのが一個のメインになったんですね。それは世界を司る象徴みたいな感じになってるんですよね。まあ、それを見た時にこの世界はどうなっているんだろうっていうような興味をそそるような、ビジュアルなんですけど、今回それが軌道エレベーターというものなんですね。まだ、実在世界には存在してないものっていうのをまず立てようと。でそれがストーリーの起因になっていて、次にやることは何かっていうと、まず視点を考えたんですよね。今までどちらかというとどちらか一つの視点の話だったんですよ。敵だったり、エースコンバット04では敵の視点だったんですけど、エースコンバット5では味方の視点という感じで作ってました。で今作に関してはその両者の視点から語っていきたいっていうふうに、考えまして、でそれで一番いいキーワードは何かっていうと、メカニックとかエンジニア、プレイヤーとか、敵のエースパイロットに一番近いところにいる人間っていうのの視点で描いていこうっていう話でキーワードを決めました。でもう一つのキーワードが、最初の方にあったこの今回ならではのものが何だろうっていうので、懲罰部隊っていうのを一個キーワードに入れています。でそれを踏まえた上で、じゃあどんな話にするんだっていうのをざっと僕の方で、最初から最後までミッション1からミッションの最後まで、大体こういうお話になりますねっていうのをざっと書きました。でそれをもって、片渕監督に、お話をしに行った。大体の大枠の話というのは、まあこれを詰めていく感じで、例えば誰と誰が戦争していてどういう始まりをしたかっていう物語の起因みたいなところっていうのを片渕さんの方で、ブラッシュアップしていただいて、でそれから今度は出てくる登場人物ですね。登場人物に関してはそれまで深くこちらの方も決めてはいなかったので、例えば一番重要になる敵エースですね。毎度毎度そのエースコマシリーズでは敵のライバルっていうのはどうしても重要な存在になってます。最初はそういうキャラクターの深掘りから始まって、どんどん深掘りしていた段階で、じゃあこの物語に行き着く作品はどこなんだろうっていう話を最後にする形になります。でそれに合わせてミッションもどんどん変えていって、いかにミッションの方で面白くできるか、その話を面白くできるかっていう話を作っていきました。落日の有人機っていうのと、新しく台頭してきた無人機の時代の境にある人たちの物語っていう形で、ストーリーの面では片渕監督が綺麗に描いてくれていて、じゃあそれをゲームとしてどう実現するか、例えば無人機には命がないわけだから、最優先目標、目的っていうのを達成することに人間とは違って迷いはないよねとか、手段を選ばないよねってなれば、自分の命っていうものがない無人機は盾になることもできるよね。プレイヤーの撃ったミサイルに対して本体を守るために盾の挙動を取って、自分が墜落しても本体を守る。有人機とは違う無人機の怖さだったりとか、無人機っていう存在自体をプレイヤーに体験してもらうっていう作りをしたと思ってますね。